岡と時代を担う田中の激突です。まず右の強いパンチはチャレンジャーの田中恒成です。いじり寄っていくチャレンジャー田中、共に黒いグローブ、左のジャブかわしている、当たった、一つジャブが当たりました。田中恒成です。チャンピオンがジャブを一つ返しています。解説は元世界チャンピオンのお三方、内藤大輔さん、内山隆さん、山中伸介さん、リポーターはチャンピオンの井岡陣営が杉山アナウンサー、チャレンジャー田中陣営が赤荻アナウンサー、実況伊藤です。左打ち当たった、井岡のパンチがチャレンジャーを捉えています。田中序盤からグググいきますね。はい、戦前の見立てでは内山さん、はい、やはりこのチャレンジャーがプレッシャーをかけていくという見立てもありましたが、まあそうですね、僕の予想は田中選手が最初からこうグイグイいくかなっていうのはそうしたんですけども、はい、いきなり結構右ストレート強いに打っていきましたね。そうですね、ジャブが当たったのはチャンピオンです。細かいジャブ2つはチャレンジャー、バックステップでかわしている井岡です。なんかスピード速いですねジャブの。はい、山中さん、はい、このハンドスピードの速さというのがチャレンジャー、はい、画面右の強さでもあると思いますが、はい、まあ、田中選手のハンドスピードはすごく速かったんですけど、まあ、1ラウンド目からどれだけ田中選手が、距離を自分の距離にしていけるかっていうのを注目してましたけど、距離感は合ってるんじゃないですかね。だからこそ自分からこういけると思いますね。やはりその距離感をつかめるまではなかなか自分からいけませんか、山中さん。そうですね、なかなか距離感が合わないと手数も出ないんで、うん、これだけ出てるってことはいい距離だなと思いますね。そうですか。しかし井岡の表情は冷静、ジャブが当たったのは井岡です。そしてバックステップ、内藤さん、はい、この井岡の持ち味は前後の動きと、そしてこのジャブ、これまでの世界戦でも見せてきました。そうですね、それとガードの高さですね。ガードの高さ、田中選手と比べると明らかに井岡選手の方がガード高いですよね。顔に近いところにグローブがあるのがチャンピオンの井岡、少し田中は逆に下がっています。右アッパーから右フックはガードしていました井岡。田中は調子良さそうですね、すごく。はい、内山さん、左ジャブが一つ当たったの井岡です。この階級スーパーフライ級 52.1kg、 一つ下の階級 50.8kg フライ級から減量区から解放されたのが田中ですね。まあでもね、やっぱその体の大きさでいうと、はい、田中選手もともとフレームが割と大きいので、あの階級上げたからってそんな風になることはないと思うんですよね。逆に持っているパワーを生かすことができそうな、そんな田中と言っていいでしょうか。はい、で井岡もまだ序盤落ち着きながら相手のパンチをしっかり見極めようとしてますね。そうですか。井岡選手もあの見ているところではありますけど、1ラウンドの中盤から、いいタイミングのカウンターを狙って井岡ジャブパンチを出せていますね。はい、1ラウンド序盤から中盤は田中が前に出ました。プレッシャー、逆に今度は井岡が左フック。残り10秒、あっという間の1ラウンド、3分間インターバルは1分の12ラウンドで争われます。パンチをステップでかわしているチャンピオンの井岡、2人の一打のパンチ、しかしスリッピングアウェイ気味、顔を横に動かしながらダメージを逃していったというようなチャンピオン井岡でした。バックオブです。グレーのトランクスがチャンピオンの井岡、髪を編み込んでコーンローヘア、一方のチャレンジャーの田中は髪を刈り上げて銀髪に染めています。2度目の王座防衛戦の井岡と初めてのスーパーフライ級、それが世界戦というチャレンジャーの田中です。しかしすごい緊張感の、ね、ある戦いですね、これは。はい、内藤さん、その緊張感を生んでいるのはどういう部分でしょうか。右ボディから右アッパー、井岡です。田中のこのスピード、はい、それをじっくり見る井岡、あのすごい速い、ね、あのパンチを繰り出して、あとチャンピオン井岡選手、あとねカウンターも狙ってるんじゃないかなという気もしてね。今カウンター打ったのに井岡でした。ジャブが2つ当たったのはチャレンジャー、3つ目。田中選手はスピード速いですね。はい、もともと田中は25歳、まだ若さ勢いがあります。スピードとパワーが武器、一方31歳の井岡、キャリアと経験、そしてディフェンス能力が武器と見られています。ですから内山さん、はい、攻撃の田中と防御の井岡と見てもいいかもしれませんが、そうですね、まだただ井岡はあの中に入った時に接近戦が非常に強いので、はい、やっぱそこでいかに中に入っていくことを今どう考えながらやってるような感じがしますけどね。井岡は今下がってはいますが、バンツー中に入っていこうとしてるんですか。田中君の3発、4発、2つ当たったチャレンジですね。逆に井岡も打ち返しました。左をもらったの井岡です。早いですね、田中早いです。ともに 50.1 キロリ
リミットで右フックまで当たったのは井岡です。この距離であれば井岡選手結構手数がやっぱり出るんですけどね。この距離というのは山中さん、やっぱりこのジャブで差し合ってる距離って少しやっぱり田中選手の出入り早いんで、はい、少し遠くて手数がちょっと出ないっていうのはあるんですけど、田中選手来て少し距離が縮まれば井岡選手のいい攻撃出ますよね。となるとこうして離れていると田中の踏み込みとハンドスピード、うん、そしてこの距離になると井岡のこのジャブと、今当たってましたジャブです。やっぱり接近戦になったら井岡はスムーズに手が出るんで、はい、左ジャブ今度は田中が当たっています。中間距離やっぱ田中選手強いですね、はい、右アッパーを狙いましたがグローブでガード、左フックのチャンピオンです。右ストレートが当たったチャンピオン、左ジャブ。やっぱレベルの高い戦いですね本当に。無駄なパンチ、左が当たったカウンターを狙っていたのは田中でした。早い、目にも止まらぬパンチのスピード、それはもちろん井岡にもあります。そしてこのスピード、田中のスピードに合わせて内山さん、カウンターを今も狙っている田中、うん、この井岡ですね。井岡狙ってますね、はい、潜り込んでいく打ち割りを、ね、すごく狙ってるんですよね。第2ラウンドが終わっています。パワーフライ級ですが、このパワー感じさせるようなパンチです。一方の井岡はこのスーパーフライ級で2年3ヶ月4試合を行っています。井岡と田中、先に井岡が立ち上がって第3ラウンドを迎えます。踏み込んでフェイントを見せたのはチャンピオンです。プロキャリアは井岡が27戦、世界戦はこれが19試合目、田中はプロ15戦、世界戦はこれが10試合目です。この WBO 世界タイトルマッチのルールです。レフリーが試合続行不可能と判断しない限り、何度ダウンしてもノックアウトにはなりません。途中採点の公開はありません。グローブは井岡がアメリカ製、田中が日本製、いずれも8オンスです。偶然のバッティングによって試合続行不可能な場合は4ラウンドまではドローですから、ドローとなれば引き分けの井岡の防衛、それ以降は採点による判定です。ジャッジは3人です。福地雄二、池原信人、村瀬正和、そのジャッジ3人がいかにダメージを与えたか、いかに手数を出したか、いかに攻撃につながる防御をしたか、いかに試合をしたか、試合を支配したか、この4つの観点で10対9とポイントを振り分けていく10ポイントマッチです。今は田中選手が多い展開ですね、湯川選手。第3ラウンド1分が経過しました。ここ3ラウンド目に入ってから井岡君の距離が、少し間しましたよね、はい、特に伊藤さん、はい、チャンピオンの井岡サイドです。そのあたり距離に関しては陣営は中途半端な距離にならないように打ち終わりしっかりとサイドに動いていこうと言っています。特にディフェンスのここまで指示が非常に多い印象を受けています。チャンピオンサイドは井岡、杉山アナウンサーです。伊藤さん、はい、一方挑戦者の田中タイプですけれども、こちらはですね、オフェンス面ではちょっと素直すぎるからじらしていこうという指示ですね。そしてディフェンス面では右のクロスに気をつけようという指示です。右のクロスですから、田中が左を出した時のカウンター、それに合わせてくるパンチに注意という田中陣営、赤荻アナウンサーです。井岡選手の対応力というのはすごいものがありますから、そうですね、だからどんどんスピードにも慣れて、カウンターなりいいパンチが飛んでくると思うんで、そこは警戒しないといけないですね。山中さんもゴッドレフト、その目にも止まらぬ左のストレートワンツーで数々の KO を築いてきましたが、やっぱりボクサーというのはリング上でスピードにも慣れるものなんですか。そうですね、そういったの特に井岡選手はそういうところを優れていますんで、どうしたら当てるかっていうのを各ラウンド常に考えて戦っていると思いますね、はい、ここ最近の試合は前半やっぱり相手の方がやりづらくて、ポイント取られて中盤からもう距離とかいろいろ掴んで逆に追い返すっていうパターンが井岡の持ち味もありますから、序盤取られてもすごい戦略がうまいので。なるほど、はい、去年の JBL シントロ戦でも井岡は序盤の4ラウンドジャッジ3人のうち2人はフルマークをつけていたくらい序盤は取られました。右ストレートチャレンジャーです。今の良かったですよ、ストレート。いいパンチが10秒切ったところで当たって、チャレンジャーがパワーフライ級タイトルマッチ、ゲストの千原ジュニアさん、ここまでいかがですか。いや、田中選手早いなと思うんですけど、それに順応してだんだん井岡選手がその田中選手の長所を抑え込むといういつもの感じになってきましたね。ジュニアさんから見てもやはりこの田中選手のスピードというのは目立ちますか。めちゃめちゃ速いですね。一方の井岡のこの対応力、ジュニアさん、やはりこの井岡の武器という部分でもありますか。本当にこの相手の長所を消し去るうまさというか、
そのあたりがジュニアさん注目、どこのあたりで井岡が出てくるか。右を当てました。銀のトランクスが井岡です。黒のトランクスが田中先生。井岡出てきましたよ。伊藤さん、はい、先ほどのラウンドの最後に田中の右のパンチが当たりましたが、井岡が珍しくラウンド間ですね、目をギュッとつぶるような仕草を見せました。左目の下あたりが少し腫れています。あ、そうですか。山中さん、はい、いいパンチが田中は当たりましたが、あのパンチのダメージがどうだったかですね。そうですね、あの井岡選手としても、いい距離で戦われているというのもあるんですけど、やっぱり田中選手ストレート、パンチが早いんだよ。想像以上のスピードなのかもしれません。これは横選手も思っていると思いますね、はい、今上と見せかけたボディでした。田中スリッピングアウェイ、ダメージを逃している田中です。あと井岡がね、じわ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 とこうプレッシャーかけてますよね。プレッシャーかけていますか、はい、スリッピングアウェイしていた井岡。今いいの入りましたね。右ストレート、田中選手ガード低いんですけど意外ともらわないですね。レフィリー染谷道明が2人を分けました。頭で行くなという話してますね。右ショートの井岡、右フックが当たりましたよ。中に潜り込もうという井岡ですが、入れさせない田中、そんな風にも見えます。右ショートで当てた。この近い距離のパンチのコンビネーション、スムーズさ、いろ、ね、んな角度から、ね、接近性はうまいですね。本当に打ち込みますね。接近にはもらってませんけどね、内山さん、接近戦得意という井岡ですが、はい、まだここでは中には入りきらないんですか。まだね、今たプレッシャーを徐々に強めていってるんで、ラウンドごとに、はい、うん、だこのラウンドから少しずつちょっと強めになってますよね。だちょっと中盤にかけてからさらにちょっと面白くなりますね。左相打ち狙っていた。怖い。お互いボディ打ちもうまいし、うん、アッパー系もうまいので、本当に接近戦でもう紙一重ですよね、はい、田中、鼻から出血、頭を振っているのがチャンピオンです。カウンタージャブ2つ届いた。下手に手を出せないんですよ、カウンターが返ってくるから。お互い、右当たったのは井岡でした。12ラウンドのうち序盤の4中採点の公開はありませんが、放送席で10対9とポイントを振り分けている内山さん、山中さん、山中さんはここまでどう見てますか。 52.1kg リミット、 47.6kg のミニマムから 48.9 のライトフライ、 50.8 のフライ級、そして迎えた 52.1kg スーパーフライ級です。上下にジャブを2つとチャンピオンです。また4ラウンドまでとは動きを変えてきたのは井岡、そんな風にも見えます。カウンター打球、田中です。うまいな今の、まあ、ショートのね、カウンター、ね、あのタイミング、あのスピードで飛んでくるんでなかなか入りきれないですよね、うん、自分から中距離に入ろうっていうのは難しいんだね、接近戦に行こうっていうのは、ね、下手に手を出すとカウンターもらうからね、出せないんですよね。それはチャンピオンが井岡の、ね、いや、どっちもですよ。どちらもジャブ相打ち、いじり寄る井岡、ジャブで突き返す、距離を取る田中、ジャブを当て返すチャンピオン、ね、どっちも当たってる。ジャブだけのパンチですが、この攻防、ショートアッパーから左フック、接近で、ね、殴り合いしているのに当たらないっていうのは不思議ですよね。そうですね、グローブでガード、あるいはボディの動き、うん、顔の動きで外している。左フックまで当たった井岡、同じで左フック井岡、右ストレートは田中、もったいないですね今のね、お釣り、いいパンチを当ててもお釣り、相手のパンチをもらってしまうという内藤さんの解説。しかし井岡は本当にガードを落とさないですね、もうギュッと締めて。本当井岡は12ラウンドこれができるんですよ、はい、ショートの右、こういったパンチもうまいですね。いいですね、うん、このフックも効果的ですよね。くっついた時に田中選手の左手がちょっと下に下がるんですよね。そうですね、井岡はあの右ストレートを横からちょこちょこ狙ってるんですよ、ね、そうですね、リーチがね、あの短いからね、田中選手は体格はほとんど同じです。身長は164センチ、
まあ、そんなにあの距離が詰まってないということもあるんですけど、どうして得意のボディーブローというのはやっぱりこれだけ速い駆け引きであれば出しづらいというのは難しいですよね。そうなるんですか、やっぱり怖さもあるでしょうし、もう少し詰まってからですかね。ボディを打つということはやはり顔面のガードが下がってしまうという、開けてしまうと相手のパンチが飛んでくる、となると一つやはりボディもポイントが、バックステップでかわすチャンピオンです。田中は鼻から出血、やみジャブのカウンター、すごい、聞いたか、聞いたか、ちょっと聞いたんですね、聞いたね、聞いた、聞いた、ストレートではなく、これはショーカップ井岡、第5ラウンド井岡のカウンター、左フック、右ストレートから強烈なパンチでした。笑っているチャレンジャー、まずは内藤さん、序盤の動きですね。そうですね、さあここでこう開き直る、直れるか、ここであと一気に攻めれるか、どうなるか。山中さん、いくべきでしょうか、はい、チャレンジャーは。いや、そんなあの引きずった様子はないんですけどね、ダメージを、はい、と思いますけど、まともにダウンしましたよね、もらって、はい、伊藤さん、その挑戦者、ダウンを喫した田中選手ですけれども、戻ってきて、コーナーに戻ってきて、第一声がもう倒すしかねえと言いましたね。そしてトレーナーからですね、もうこんなことこれまでも何回もあったんだから、ひっくり返せ、アッパーで倒してこいという指示でした。右アッパー、このランダー、イオカのジャブからいろんなパンチ当たってますよ。散らし方が素晴らしいですね。散らし方、横に動くチャンピオン選手、足を止めちゃいけないですよね、ここで ね悪い開き直りはダメですから。伊藤さん、はい、イオカとしてはこのラウンド、雑に入るなという指示を持って送り出されています。はい、雑に入るなという指示は杉山アナウンサー、イオカ陣営、その雑さというのは山中さん、はい、見られますか、イオカに。いや、まあ、警戒はもちろんしているでしょうけど、はい、チャンスと思い入りすぎたときにやっぱり一発かいいタイミングで飛んできますからね、そこは絶対に気をつけないといけないですからね。内山さん、逆に倒すしかないというこの田中陣営、はい、まだ6ラウンドですけれど、そうですね、まあ、どういう考えで、ね、そういうふうに思ったのか、やっぱりちょっと強気になってるのか、ね、ただこのラウンド井岡パンチを当ててブロックもしっかりしてますね。カウンター、左ジャブでした。このラウンドも特に横選手、自分の出したいタイミングで出して当てれていますよね、パンチを。そうですか、良くなってきましたね。相手のペースではないですか、ジャブのね、敵命中率がすごい、2度目のダウン、これもカウンター、左フック、井岡のカウンターがチャレンジャーを捉えました。悪いパンチを当てますね、横選手の。まだいける余裕、一分あるよ、1分。さあどうなる、井岡はどうする、倒しに行く、足止めない方がいいですよ、田中選手は。このね、フックがね、やっぱ井岡のコンパクトでね。そうですね、井岡が合ってますから。ガードを固めたチャレンジャー、ガードの上から打つ井岡、さあどうする、ショートのアッパーから右フック、ガードを開けさせる右フック、田中康生、エビのダウンを喫しました。勝てば史上最速の4階級制覇のチャレンジャー、しかも位置がある、気をつけたいですよ、開き直りに。井岡は先ほどは悪い方の開き直りになったという内藤さんでした。ただその開き直って殴り込んで効いた、ちょっといいの入りましたね、田中が行く、ダウンを奪えるか。第6ラウンド、カウンターの左フック、フックマッチ。第7ラウンド、試合の後半が始まりました。ポイントで見ればダウンを喫した瞬間10対8というポイント差がつきます。2度そのダウンを喫している田中康生です。そうですね、田中選手も出るしかないですからね。前へ出るの田中です。ガードしている井岡、狙ってると思いますよ。内藤さん、どちらが何を狙ってますか。井岡選手がまたカウンターを、はい、田中選手が出てくるのは分かってる、ね、分かってることですからね、狙ってると思いますよ。これまたワンツーガードしていた井岡です。山中さん、はい、やはりそのポイント差というところを考えても、まだ7ラウンドですが、はい、ダメージも含めて田中は出てくると。そうですね、やはり2度ダウンしたということもあり、田中選手は、出てくる、出てきますけど、それを、また切り替えてカウンターに切り替える能力も井岡選手あるんで、はい、上には入れないですね。
しかしギリギリの距離に立っている、そんな風にも見える井岡です。そうですね、ギリギリの距離ですね。でもちゃんと避けてます。ギリギリでかわしてギリギリで当てていきます。はい、井岡サイドとしてはサラストレーナーがあくまでもサイドに動く、前に行くんじゃないとしきりに言っていますね。さらには変化をもっとつけて上下打ち分けていこうと言っています。少しですけど余裕が出てきましたよね。井岡にですか。内藤さんはどうでしょう、この田中の動きの変化などは気づく部分ありますか。変化というか、まあ、やっぱり出てはきましたね。前には出ています、これダウンこんなに取られてなかったらここまで出ないですからね。そうですか、はい、やはりそのあたり左ボディ2つ、おいいボディですね。井岡ディフェンスうまいですね。本当に右手を下げない井岡、ディフェンスの差がやっぱり 出ましたねこの場合は。そうですね、やっぱか右手が下がりません井岡、低いかな田中選手は。どうしても打つときに開いてしまいます。ナイスボディ来いという井岡、向かっていくチャレンジャー田中、いいボディ打ちますね。あのボディブローは本当に強いんで、アッパーの田中選手も、近い距離やっぱり井岡の方にちょっと余裕ができてるなっていう感じはありますね。ダウンに勝てたと思って、ただまたダウンを取り返せば田中も10対8、逆転に向けた道筋も見えてきます。プロ15戦9ノックアウト、ここまで無敗の田中康生、最強のチャレンジャー。速い、まだそのハンドスピードの速さありますね。でも反応してますもん、反応の速さもある。はい、右スイッチした、スイッチしました。やんない方がいいと思う、やんない方がいいですか。うん、いいと思う。あ、第7ラウンドが終わっています。大きな光栄度の声援は送りません。2057人観客を制限して行われている WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12ラウンド第8ラウンドです。解説は元世界チャンピオンのお三方、内藤大輔さん、内山隆さん、山中伸介さんでお伝えしています。ジャブを2つ打ったのはチャンピオン井岡です。少し静かな第8ラウンド、手数出してないですね。井岡見切ってますね、ちゃんと。こうやって握れる時間が長いとやっぱり井岡選手の、パンいいタイミングのパンチっていうのは、もらいやすくなるので、こういうふうに今攻めていくべきですかね。荒々しく山中さん、この田中はパンチを打って出るべきなんですか。そうですね、下は本当にあの左アッパーっていうのは強烈なものがあるんで、それで上下つなげていけば、いいと思いますけどね。押し返すのは井岡です。25歳の田中、31歳の井岡、右ストレートまで。世代交代という言葉も使った田中康生、あえてそうした強い言葉を使うことで自分にもプレッシャーをかけてきました。一方の井岡は世界王座他団体との統一戦へ見据えているものは変わりません。いい組みですね。田中に勢いが、フックですね。2度目の防衛、おたけびを上げました。これだけのダメージを受けた田中康生は初めてです。初めて見ましたね。ダウンはありましたけどね、このダメージまでね、もら後半やっぱりだいぶもらってたね、もうね。そうですね、あのダウンがね、前半あのダウンがなければあそこは止めてないですけど、ダウンがあったからこそ、まあ、止めました ね、 レフィリーの染谷さんも選手を無事に家族の元へ帰らせることが仕事ですと。ですから内藤さん、懸命な判断と。あ、しょうがないですね今のは。2人が抱き合いました。